はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのベーラです。元気ですか元気はいよかったです。そうじゃあみなさんは猫猫が好き猫が好きですか私は本当に大好きです。えー、なのでじゃあこの写真には猫が 何匹いますか何匹いますか一緒に数えましょうはいこの写真には猫が5匹いますね子猫が5匹子猫は赤ちゃん猫のこと赤ちゃん猫は子猫 と言いい、ます。はい、小さい動物には「ひき」「ピキを使います数える時に数える時に「時にピキピキを使います、okay. みんなは動物は好き動物。私は特に特に means like especially 特に馬馬が好きです じゃあこの写真を見てください。次は馬を数えましょう。馬を数えましょう。一頭二頭三頭四頭五頭六頭七頭八頭います。この写真には馬が八頭います。ねすごく綺麗ですね。 はいで大きい動物には「匹」「匹」じゃなくて「うを使います大きい動物は「うそうね人間よりも人間人間よりも大きい動物には「うを使います。馬は一二三そして 人間より小さい動物には「ひき」「ぴき」を使いますなので「猫は1匹2匹3匹ですじゃあ問題です「えー、豚豚豚の赤ちゃん、豚の赤ちゃんは「ひき」問う「と」 どっちですか3 2 1はい、豚の赤ちゃんには匹、匹を使います。豚の赤ちゃん、小さくてかわいいですよね。なので、豚の赤ちゃんは1匹、2匹、3匹です。じゃあ、大人の大きい豚、大人の 豚はででですすすかかかどっちですかはいもちろん「と」ですね大きい大人の豚本当に大きいですなので大人の豚は「と」を使います豚が1頭2頭3頭ですねはいじゃあ問題牛 牛はでですかですかかはいもちろん「問う」です。問うを使います。じゃあ犬はどうですか犬ね、犬かわいいよね。はい。犬ははい、引き。引きを使います。1匹、2匹、3匹ですね。 ここに赤ちゃんが一匹います。じゃあ、ネズミはどうですか、ネズミ。はい、もちろんネズミも。ひきを使います。ね、このネズミ、かわいいね。じゃあ、虫。虫はどうですか。虫は。わかりますか。 はい、虫も「匹」を使います、えー。虫が1匹2匹3匹ですね。この写真には虫が1匹2匹3匹4匹5匹6匹7匹8匹います。たぶん、maybe? はい。じゃあ魚はどうですか匹問う。 もちろん、ひきを使います。はい。この写真には魚が。あ、わかんない。たくさんいますね。はい、たくさんいます。じゃあ、鳥。鳥はどうですか。ひきとう。うーん。鳥は動物じゃない。鳥は動物じゃないので、ひきやとうは。 使いません。鳥は輪を使います。この写真には鳥が1は2は3は4は5はいます。鳥には輪を使います、えー、私は昔ね。あの鳥を1は飼っていました。うん、ペットの鳥。 名前はゆきちゃんでした。うん。すごく小さかったけど、8年行きました。8年ね。as r 私が小学校3年生の時に家に来て、それから8年ね。すごく長く行きました。うん。はい、オッケーです。じゃあ最後に。 人間人間人人は引きですかとですかはですか、えー、人間はちょっと特別特別 means like special 人間だけ人を使います人じゃあこの写真には人間人が何人,何人いますか この写真には1人2人3人4人5人5人人がいますでも注意してください1人は言いません1人じゃなくて1人2人は違います2人じゃなくて2人です1人2人 そして、三人、四人、五人です。なので、一と二に気をつけてください。はい、じゃあ、最後まで見てくれてありがとうございます。これからも簡単な日本語で日本語を教えます。はい、これからのビデオ、楽しみにしてください。 いつもありがとうございますもし私ともっと日本語を勉強したかったらパトレオンに入ってくださいリンクがここにありますいつもサポートありがとうございますじゃあお仕事勉強頑張ってくださいじゃあ良い一日をバイバーイ